こんにちは、カッパです。今日の今朝の記録は、地元の人でもあまり知らない千本荘、そして総牟田集落から石峰山山頂を経て黒崎の方に向かいます。なお、バイクにつけて撮影しておりますが、安全には十分注意して撮影しています。千本荘跡です。昭和34年と言いますから、今から60年少し前です。その看板がありました。そこから少し行くと総牟田集落というところがあります。総牟田集落は黒田官兵衛ゆかりの地域で、中世の趣を今に伝える山里と言えます。チュチュチューン。まもなく玄界遊歩道、有名な高遠山から岩尾山まで若松半島を縦走するハイキングコースですが、そこの途中にある若松区最高峰の石峰山の登山口になります。ここが石見山の登山口です。おととしの雨などにより、少し路面が荒れており、ガレ場あり、アップダウンもあり、きつい場所になります。山頂手前にある展望所です。河童が子供の頃はもっと開けていたのですが、最近は訪れる人が少なく、樹木が生い茂っている模様です。展望所の内部です。こちらからは響灘がずっと見えます。奥の方に、先日夕日を紹介した妙見崎灯台のある千畳敷が見えます。わかりますでしょうか。左の奥の方に波が白く立っている場所です。アップしてみます。はい、こちらですね。白く波が立っているのが見えるでしょうか。ここが千畳敷海岸になります。その奥は艶崎、その奥は棟方大社、三女神で有名な大島などが見えることになります。白く波が立っているのが千畳敷海岸です。右手の下の方には響町、先日の風車のある場所ですね。映像では分かりにくいのですが、鳥の鳴き声や風の音に混じって響灘の潮騒の音が響いてきています。映像の中の竹が多いのは分かりますか？北九州市は竹林面積が日本の5本の指に入るほどなのです。映画の中のワンシーンがそのまま切り取られているような風景です。山頂まで100メートルの地点に来ています。
携帯電話のアンテナ施設が見えました。ここのアンテナ施設は少し覗いてみますね。左側にパンします。いかがでしょうか。方角的には南側の洞海湾および皿倉山を見ている形になります。石峰山山頂からの俯瞰で黒崎方面を見ています。この施設は北九州市消防局の衛星通信パラボラアンテナです。余談ですが、北九州空港には北九州市消防局の航空隊基地が存在しています。聞くところによると、地方自治体で航空隊を持つのは北九州市ほか数えるほどだそうです。カッパが小学校の頃は見晴らしが良かったのですが、今は樹木に覆われてなかなか見えません。山頂には石峰山山頂という看板が立っています。少し好奇心を出してどうなっているか覗きに行くことにしました。意外と見えにくいですが、蜘蛛の巣だらけで、見えますでしょうか。蜘蛛が動いています。これを避けて覗きに行くのはちょっと勇気がいりました。嫌いな方もおられるのでぼかしをかけています。先ほど登って来られた方がいたので話を伺いました。70歳こくんにらいちのは。男性でいつす。も登られるんですか？大変ですね。そうです。やっぱ気持ちいいですか？はい。そうないですね。もういや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 なら登り。ああ。もう登りでしょうがない、登るだけでまあ、体のためにはいいかもわからんですね。かね。ああ、どうですかね。はい。何がいいか。骨盤がずれるのが一番ダメですね。ああ。なんか昨日もなんかあれやったけど、骨盤をどうのこうのとか言う。諦めうん、昔から峠、山の山頂には神様が宿ると言います。この像は弘法大師の像です。右奥には山神と書いた石碑が立っています。敬意を表して一礼をしました。お邪魔しております。これが山に入る時のルールだそうです。ここから先は林道になります。北島側から洞海湾側ですが、林道上水上線終点と書いてあります。関係者以外は立ち入り禁止とはなっていますが、地元の人は抜け道としてよく使うようです。ここから先、洞海湾側に下っていくことになります。途中、九州電力のトラックとすれ違いました。もちろん道を譲ります。先ほどから水上と申し上げていましたが、水の神観音寺高野山真言宗のお寺です。
ここは住所的には二島二つの島と書きますが、二島になります。言い伝えによると、このお寺の発祥は慶安年間とされています。ご本尊は馬頭観音。昭和に入って小枝源信尼という二層が電気もなかったこの馬頭観音堂の堂守として入り、本尊をお守りするようになったそうです。詳しい情報は動画説明欄に貼っておきます。若松の最高峰石峰山ですが、石宝山水上観音寺から来ている模様です。鉄塔の見える山、これが岩尾山になります。ここは二つ蛍の里のため池のうち上の方の池になります。二島には原田川、蛍の里という場所があり、夏には蛍が舞っているようです。今立っているのは園庭の付近になります。三菱の三本煙突が見えます。昔のため池は今すべてこういった柵がしているようです。しばし下っていきます。愛知に出ました。左手が春田川蛍の里自然公園になります。そちらの方に下っていきます。今は秋なので水はあまり溜まっておらず、セイタカアザシソウの群生ばかりが目立ちます。奥の東屋は展望所です。現在は園庭の上に立っていることになります。奥に三菱の三本煙突のペアが見えます。洞海湾を挟んで対岸は八幡西区黒崎になります。撮影中上空を何度か航空自衛隊の飛行機が通過してきました。本賀川を挟んで芦屋基地がありますので訓練かと思われます。正面の山が岩尾山になります。送電線はこの裏側の J パワーの発電所から送られてくる線路です。鉄塔を好きな方がおられるので、いわばサービスカットで入れました。動画も終盤に近づいてきました。この道は国道199号線東二島2丁目に出る道です。ここは JR 筑豊本線の二島駅です。折尾から若松までの間の駅になります。市営バスがついていました。昔は青い車体だったのですが、女性運転手さんも活躍しています。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はこれで終わりです。三菱の三本煙突、石峰山、そしてまたお会いしましょう。
パソコンの調子がおかしくて なかなか時間かかりますね。それではまたお会いしましょう。